サトンの3曲に変わります。親はアベマズの松本です。まあ、前回の日向のトップはチームにとってもかなり大きかったなと、今日は自身の正念場、連敗食い止められるかと、いう松本です。ボトンが統一ドラマシャー、こちら滝沢一メンツ、シチャ地球が見えるか、ファローはソーズ一メンツ、赤ウーピンで両面、マンズでもソーズでも両面があります。松ヶ瀬はチュン統一で2メンツできています。4社ともにかなり手配整ってると言えそうですね。松ヶ瀬の映画のパーティーもね、大きいですね。はい、さあ滝沢もこれで2メンツ。いや、これはみんな自分の手が一番いいと思ってるはずだぞ。まあ滝沢さん微妙ですけどね。見ますか、ちょっと仕上がれば高いですけどね。はい、はい、形的には苦しいっていうところでしょうか。受けが狭いですからね。これのシャアはドラ、カンパーピン、ペンチーマン、ペンチーソーと確かに形は苦しい、ただあの換算ピンを嫌ってね、はい、行くところ3色だけ狙うんであればおそらくペンチーソーを払った方が良かったと思うので、純ちゃんも見てるってことですよね。おーイーマン引いてからのってことですよね、こちらですね、さあ太郎のツモが順調です。これはいい形のいいシャンテンにたどり着いて、苦しいところからすこすこ入ってきました。そして松ヶ瀬、ここは3層切っていきます。松ヶ瀬さんがねちょっとあの難しい打ち方、あの打ち方が難しくなってますよね。あの毎回手はいいんですけど、はい、なんか2番手だもんね。そうですね、必ず自分より早い人がいる展開ですからね。太郎いいピンを積もってきたんですが、積も切りということになりました。いいシャンテンを広く取りましたね。はい、おっと絶好のドラ重なり、はい、当然ね太郎さんのとこ3色もあるので、はい、3増2増切る人もいっぱいいると思うんですけどね。いいスーチーピンとスッチーマのいいシャンテンみたいな、はい、さあこれでこれはどうするですか。短期待ちのテンパイを1回選択しました。ウーマン短期、いいスーチーピンも振り点ですからね。そうですね、なのでテンパイ取らずであのいいピン切っちゃう手もありましたけどもね。ほう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 、これいいピン切ってないとね、あのイースチーピンピッからイースチーピンのリーチがかけられるので、はい、まだいいんですが、今で言うと、まあ、数層引いてのイースチーソーのノベッタンの3面ちゃんとかが理想的な、そうね、なんか数ピンが自身の目から3枚見えてるんでね、はい、サブローピン狙うにしても自分の3枚使いのサブローピンになっちゃうんでね、必ずね、ちょっとやりづらいですよね。あとは盲点となる自敗短期みたいなやつもあるか、例えばトン、これは松本がポンだ、待ってました、ダブトンドラドライシャンテン、シャア1枚、シャア1枚ですね、数層2枚、ほう、これウーマン短期早く変えないと危ないですよ。うわ危ない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 、これ松本リャウマンテンパやるパターンありますよ。お、あーこれシャー切りたいね。あーウーマンチーだ、チーカンウーソーかシャンポンか、シャンポンになりました。スーソーとシャーです。いやー松ヶ瀬さん引くとこ引いちゃうと危ないね。3ピンとかですね、サブローピン、はい、これが一番待ちは良さそうに見えるんですけど、リーチまでいった、はい、さあ太郎勝負だ、サブローピン、すでにテンパイは松本、スーソーとシャー、スーソー2枚、シャー1枚、シャー化されたよー、リーチかー、これはシャーがないのでチュンが1枚、スーソーが2枚、スーソー2枚、いやサブローピンが圧倒してる、サブローピンは3ピン2枚、ローピン2枚、4山、うわテンパイ追いついたよ、カンパーピンこれが1枚、3ピン4000、ここは太郎が来ました、リーチツモ一発赤、